今回はリクエスト企画です。静岡県の5位から10位決定戦を行っていきます。さまざまな都市データで実証していきます。磐田市、掛川市、藤枝市、焼津市、富士宮市、三島市。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる60項目は以下の通りです。静岡県のトップ4は政令市の浜松市と静岡市、そして20万都市の富士市と沼津市までは確定しています。では5位から10位はどうなのでしょうか。総当たりの対決形式で6つの10万都市のデータを比較実証していきます。対戦順序は以下とします。全15節、各都市10試合ずつとなります。第1節、製造業現金給与総額は磐田市がダブルスコアの圧勝。出生数は磐田が多い。宿泊飲食業売上は磐田が多い。実質交際比率は富士宮市が優秀。製造業荒付加価値額は磐田市が大勝。歯科診療所数は磐田市が多い。磐田市が準完全試合の圧勝。2位は富士宮市。第1節終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。第2節、小売点数は磐田市が多い。製造品失格は磐田市の圧勝。製造業荒付加価値額は磐田市の圧勝。卸売業従業員数は磐田市が多い。製造業現金給与総額は磐田市が圧倒的。課税対象所得は磐田市が圧倒的。磐田市が完全試合、2位は富士宮市。第2節終了時点の順位、磐田市が圧倒的に強いです。第3節、製造品失格は掛川市が圧倒的。課税対象所得は藤枝市が勝利。農業畜産は掛川市が多い。宿泊飲食業売上は焼津市。最大人口密度は焼津市が三島市より上です。製造業従業者数は掛川市が多い。焼津市が勝利。2位は掛川市。第3節終了時点の順位、節が3の倍数となりますと各都市の試合数が揃った正式順位が出ます。独走の磐田を止める都市は出るのでしょうか。そして三島は巻き返せるでしょうか。第4節、農林漁業売上は富士宮市が圧倒的。学術研究業売上は三島市が圧勝。飲食店数は三島市が多い。経常収支率は三島市が僅差勝ち。財政力指数は三島市が僅差勝ち。小売業年間商品販売額は磐田市。三島市が勝利。2位は富士宮市。第4節終了時点の順位、三島市の勝利で一気に全体の差が縮まりました。第5節、不動産物品業売上は三島市が圧倒的。小売点数は磐田市が多い。地方税は磐田市が圧倒的。製造業現金給与総額は磐田市が多い。加重地人口密度は三島市が圧倒。製造業荒付加価値額は磐田市が圧倒的。磐田市が圧勝。2位は焼津市。第5節終了時点の順位、磐田市が独走体制。ポイントの多さが石だけ突出しています。2位争いは熾烈。第6節、昼間人口密度は焼津市が圧倒的。小売業売り場面積は藤枝市が広い。製造業現金給与総額は掛川市。小売点数は藤枝市が僅差勝ち。財政力指数は富士宮市が優秀。地方税は藤枝市が大接戦を制する。焼津市と藤枝市が揃い踏みの勝利。第6節終了時点の順位、各都市4試合終了。焼津市が2位となり、市磐田を追いかける。3位以下は接戦が続く。第7節、卸売業従業員数は焼津市が圧倒。製造業荒付加価値額は磐田市が圧勝。実質交際比率は富士宮市。農林漁業売上は焼津市の圧勝。卸売業年間商品販売額は焼津市の強い。人口密度は焼津市が三島より上。焼津市の勝利、磐田が2位です。第7節終了時点の順位、磐田に焼津が勝ち点で追いついています。第8節、課税対象所得は藤枝市が1割以上多い。加重地人口密度は三島市が圧倒的。15歳未満人口は藤枝市が多い。
不動産物品業売上は藤枝氏が三島氏に成果し、地方税は藤枝氏が僅差勝ち、農業畜産は富士宮が圧倒的、藤枝氏が快勝、2位は富士宮氏。第8節終了時点の順位、富士宮と藤枝の激しい注意攻防、柿川と三島の激しい買い攻防。第9節小売業年間商品販売額は岩田氏、製造業アルファ価値額は岩田氏、農林漁業売上は焼津氏、建築工事費は岩田氏、宿泊飲食業売上は岩田氏、加重地人口密度は焼津氏、岩田氏が快勝、2位は焼津氏。第9節終了時点の順位、各都市6試合を消化、後半戦も岩田と焼津の優勝争いとなるのでしょうか。第10節出生数は藤枝氏が多い、小売業従業員数は藤枝氏が多い、加重地人口密度は三島氏が強い、製造業現金給与総額は富士宮氏が多い、昼間人口密度は焼津氏が三島氏より上、農業講師は藤枝氏が僅差勝ち、焼津氏と藤枝氏が揃って快勝。第10節終了時点の順位、暫定ながらも焼津氏が首位浮上、また同じく暫定ながら三島氏が5位浮上しています。第11節農林漁業売上は焼津氏が圧勝、推薦人口比は焼津氏が僅差勝ち、小売業売場面積は岩田氏が広い、工業はデータ不足、製造業従業者数は岩田氏が圧勝、建築床面積は岩田氏が圧倒的、岩田と焼津が揃って快勝。第11節終了時点の順位、最後まで焼津と岩田の優勝争いとなりそうです。第12節製造業アルファ価値額は岩田氏が圧倒的、建設業売上は三島氏が僅差勝ち、人口密度は三島氏が圧勝、1万人あたりの歯科医指数は三島氏が強い、複合サービス業売上はデータ不足、実質交際比率は岩田氏、三島氏が勝利、2位は岩田氏。第12節終了時点の順位、残り3節各都市残り2試合ずつです。首位岩田氏と2位焼津氏は勝ち点差で並んでいます。第13節昼間人口密度は焼津氏が三島氏より上、建築床面積は焼津氏が富士宮氏より上、製造業従業者数は掛川氏が富士宮氏より上、教育学習支援業売上は三島氏の圧勝、農業畜産は富士宮氏の圧勝、小売業従業員数は焼津氏が多い、富士宮氏が焼津氏に競り勝ちです。第13節終了時点の順位、富士宮氏が初勝利を挙げたことで勝利なしは掛川氏のみとなりました。残り2節第14節1万人あたりの指数は藤枝氏が多い、卸売業年間商品販売額は藤枝氏が多い、15歳未満人口は岩田氏が多い、農業産出額は富士宮氏が多い、全産業売上は岩田氏が多い、昼間人口比は岩田氏が高い、岩田氏が快勝、2位は掛川氏。第14節終了時点の順位、富士宮と掛川の全日程が終了、最終戦は岩田と焼津の首位攻防となります。また最下位の行方は三島市の結果次第となります。第15節15歳未満人口は岩田氏が多い、ゴミのリサイクル率は焼津氏が高い、卸売業年間商品販売額は焼津氏が藤枝氏に僅差勝ち、小売業従業員数は岩田氏の勝利、製造業アラフカ価値額は岩田氏の圧勝、財政力指数は三島氏が優秀、まさかの岩田、焼津、藤枝の揃い踏みです。最終結果が出ました。岩田氏勝ち点26、焼津氏勝ち点25、藤枝氏勝ち点18、富士宮氏勝ち点13、掛川氏勝ち点9、三島氏勝ち点8、ほぼ人口順の結果になった形です。岩田氏が最大人口ということもあり、7回1位の大量ポイントの優勝です。焼津氏は対抗馬となり勝ち点1差の僅差ですが、ポイントでは大差がつきました。3位は藤枝氏、4回1位の強さを見せましたが、
それ以外は6回3位という何とも言えない戦績となりました。4位の富士宮氏が1位1回しか取れてないながらも2位4回で中位に踏みとどまることができました。掛川氏は唯一1位を取れなかったものの5回3位が中央値となり最下位を回避しています。三島氏は2回1位取るも最多6回の4位が響いて最下位でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント高評価チャンネル登録などお願いいたします。リクエストもお待ちしております。